F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。レディースレース？はい、年に一度だけ開催される女性限定の F0 レースです。これが去年の映像です。男子禁制なんですよ。面白いでしょう。ルーシー出るのか？もちろんです。だって優勝した女性にはミス銀河宇宙連邦の称号が与えられるんですよ。次はレディースレースか。期待してるぞ、ミス・キュラー。必ず勝利をこの手に。私の側近がミス・銀河宇宙連邦とはなかなかビューティフル。このレースに勝てたらミュートシティはお前に任せてやろう。本当ですか？楽しみにしてるぞ。ミス銀河宇宙連邦？バートのおっちゃん、それってそんなに偉いの？銀河中の女性にとって憧れのステータスなんですよ。でも去年のジョディの顔あんまり嬉しそうじゃなかったぞ。こうだろう？私は任務を遂行しただけよ。て顔。女の人のレースか。いいね、華やかで。そうですか。ん？女性が女性に抱くライバル心は執念を超えた壮絶なものだと聞きますよ。何事もなければいいですね。ありがとう、ダーリン。素晴らしい走りだよ。ハニー、レディースはいただきだ。いただき、いただき。ダーリン、正直言うと今度のレースに出てほしくないんだ。どうして？君がミス銀河宇宙連邦になってしまったら私だけのハニーでなくなってしまう気がするんだ。バカね、ダーリン。私はいつまでもダーリンだけのハニーなのよ。おー、ハニー。ダーリン。ああ、やっけ、ダーリン。おお疲れ様。コンサート無事終了。お休みもらうわよ、ゴードン。頑張ってね。絶対優勝狙うわよ。このレースのためにスケジュール調整したんだから。ケイト、ケイト。リサ様、もうすぐレディースレース開催惑星ピーチ星到着です。何？あ、いつの間に。
私に喧嘩売るなんていい度胸だね。ケイト・アレンが誘拐された？そうなのよ、僕のケイト、僕の天使、僕の妖精。それで要求は？いいえ、まだ。ケイトは銀河でもトップクラスの歌手よ。なのに何の要求もない。だから心配なのよ、ケイトちゃん。ミセス・アローも行方不明。ケイト・アレンにミセス・アロー、二人とも今度の優勝候補と言われていたパイロットだ。裏がありそうだな。敵は必ずジョディとルーシーも狙ってくる。そこで君とジャックに二人のボディーガードを頼みたい。おう、任せとけ。そう言ってくれると思ったよ。でも俺たち中に入れるのか？そうだよ、ピットもレース場も男子禁制だって言ったよな。ルーシー、用意してくれたかね？はーい。私をこんな目に遭わせてどうなるかわかっているだろうね。ごゆっくり。自力で勝てる自信がないってわけか。口の聞き方に気をつけるわね。もうすぐあなたの上司になるのよ、私は。くっそー、これであと目障りなのはジョディ様。敵は何を企んでいるのか。ジョディ、そろそろ到着だ。そんな顔してせっかくの美人が台無しだよ。なんでこうなんだよ。ドクターがやれよ。いやいや、やっぱりこういうのは若い君たちの方がね。わしらはここで待機しとるわ。行くわよ。ドクター、おいら本当に行かなくていいのか？君は今回待機だ。そうだ、待機じゃ。せっかく来たのに。おお、可愛い子ちゃんいっぱい。この中に汚ね裏工作してるやつがいるなんてな。ジャックさん、任務中よ。そうですよ、男だってバレたら追い出されますよ。それよりこんな格好早いとこ勘弁してほしいよ。でもなかなか似合ってるじゃん。お前だって結構色っぽいぜ。あらジャック、情けねえぜ。リュウ、ミスキラーもエントリーしたのか。じゃあ汚ねえ裏工作って。ゾーダ様、やっぱり無理がありますって。やかましい。いいか、何があっても優勝するんだぞ。俺たちがミスキラ様にかなうわけありません。その前に男だってバレてつまみ出されますよ。うだぐだ言うな。あの女が優勝して俺がお前たちのボスじゃなくてもいいのか。別に構わないけど。ミスキラめ、一体どこに。国の親には見せられない姿だ。しょうがねえ、仕事だ。すいません、急いでたものだから。いえいえ、こちらこそ。あ、お前リュウにジャック、なんつう格好してるんだてめえら。 F0 パイロットとしてのプライドはねえのか。お前らに言われる筋合いはねえ。俺たちが断然綺麗だぜ。そういう問題じゃない。好きでやってんじゃねえよ。お前らに人に使われる辛さが分かってたまるか。十分分かってるよ。何やあの人たち、男みたいな声だったわよ。やだ、私ったら人を探してますの。失礼しますわ。ごきげんよう。じゃあね、また今度ざます。
エレガンスリバティ絶対優勝よ。小隊長、ルーシーを話しなさい。こんなどうでもいい小娘、話してあげてもいいけど、あなたがこのレースを棄権するならね。やはりあなたが女性パイロットたちを。ちょっと、どうでもいいってどういうこと？私だって F0 レースで優勝したことあるんだから。ああ、あのまぐれの。なんですって？やめなさい、ルーシー。ジョディ！ルーシー！ルーシー、伏せて！なあか、チキショー、かっこ悪いぜ。ジョディ、大丈夫か？遅い。すまない、ルーシー、怪我は？許せない、あの女。ルーシー。おい、やっぱりミスキラーおっかねえよ。俺たち叶うわけねえよな。やっぱり無理です、ゾーダ様、レベルが違います。この役立たずども。このレースに勝てたらミュートシティはお前に任せてやる。口の利き方に気をつけるのね。もうすぐあなたの上司になるのよ。私は冗談じゃねえ。ミュートシティは150年前から俺様の街なんだ。ここはこのスーパーアローにお任せあれ。あ、わ、ちょっと待って。おわっ、ダーリン。やっぱり情けない。もうレース始まっちゃうじゃない。それでも男、私の最愛のダーリンを悪く言うのはやめて。最愛ね。あんた、どこかで見たことある顔だと思ったらケイト・アレンじゃないか。何よ、サイン欲しい？別に。宇宙の歌姫って言われるだけじゃなく、ミス銀河宇宙連邦の称号も欲しいってわけ。女だったらいくつものステータスを持ちたいと思うのは当然でしょ。ステータス集めを趣味にされても迷惑なんだよ。なんですって？私が遊びでレースしてると思うの？違うっていうのかい？金も名声もあるくせに何でも欲しがる女ってのが私は大っ嫌いなのさ。そんなだから浮いた噂の一つもないんだよ。言ったわね。やめて、今は喧嘩なんかしてる場合じゃないでしょ。うるさいわね。あんたはその役立たずのおじさんの面倒を見てれば。そうさ、まったく私のいい人とは比べ物にもならないんだから。やばい、切れちゃった。一度ならずも二度までも、もう許さないわ。何さ、やる気？姉御、助けに来ましたぜ。行った、噛みついたわね。何さ、私の自慢の髪を引っ張ってんのは。何が自慢よ、こんなボサボサ頭。毎日改造エクセルトリートメントしてんだよ。顔はやめてよ。どうします？さあ、やってきました、年に一度のレディースレース。出場選手は全員女性パイロット。ミス銀河宇宙連邦の称号をかけて、一体どんな華やかなレースが繰り広げられるのか。許さない、許さないんだから。なんかすごい気迫を感じるな。遊びかどうか見せてやるわよ。涙はしてくれるじゃないのさ。こちとらだって戦いの中で生きてる女海賊だよ。
女、ダーリンの敵を討つわよ。ミセスアローさん、任せて。絶対あの女は私がやっつけてやるんだから。勝負よ、ミスキア。そこまで私をバカにするわけ。私をバカにした報いを見せてあげる。ルーシー、落ち着きなさい。レースに私情を持ち込んではダメよ。これを試せる時がついに来たわ。行け！ルーシー！あいつ、いつの間にあんなもん。バカな、そんなことをしたら。ほほう、ルーシーのやつやりよるの。それは、まあ、いけません。レース上で武器の使用は禁じられています。エレガンスリバティ失格です。ああ、これでどう？私を本気で怒らせたね。アナゴ熱くなっちゃって。ああなったら止められねえ。イケマーさん、海賊船の使用も禁じられています。リサブリリアント失格、早く縛ってください。おいジャック、これってレースか？戦争みてえだ。ミスキラー、やや、見たこともないマシーンがムーンシャドウに向かっていきます。一体あれは何者でしょうか？私よ、文句あるか。ミスキラ、悪いがこのレース勝たせるわけにはいかねえ。邪魔よ。いけません。これは男子禁制のレースです。上走してもダメです。似合ってないし。やがましい。お足を組みよう。お仕置き、お仕置きよ。うわー、コースが、コースが。 おい、やばいぞ。冗談じゃないわよ。中止なんかにしたらただじゃ浮かないから。何をすました顔して。ミス銀河宇宙連邦の座は渡さないわよ。だいたい愛想も可愛げもないあなたより私の方がミス銀河宇宙連邦にふさわしいのよ。なんじゃ。女同士の戦いって怖いでしょ。うん、勉強になりましたね。風
勝てなかった。惜しかったですね、小隊長。あと少しだったのに。女同士っておっかね。ああ。来年は絶対優勝するんだから。ね、小隊長。もちろんよ。来年もあるのかよ。ああ。勘弁してほしい。ごきげんよう。リュウさん、あたしたちまだ女装しているんですの。なんだかこの感じが快感なの。あらやだ、あたくしたち次回予告を忘れてましたわ。まあお急ぎになって、次回はワープゲートがかなりヤバいことになるみたいですわ。それは大変ですこと。大ごとね。次回 F0 ファルコン伝説、リュウとファルコン、君の心にブーストファイヤー。いや、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。埼玉県川越市小山鳴俊くんからの質問。バート先生の人形はどうやって動いてるんですか。先生を動かしてる人なんていませんよ。嘘です。実は重力子ジェネレーターを指導力とする G ディフューザーで動いていたりして。嘘です。先生を作ったのは第15代目人形師足田五十円之助。あ、これ本当。どうです、このたくましい胸板。あ、誰ですか、ペラペラなんて言ってるのは。先生の秘密を知りたい人はこの後もこの教室を見てくれればわかるかな。それではごきげんよう。